コワカグは中華民国の政治家、法典派の政治家で、後に陳太汰市長、北平市長代理を務めた。本名はコトグ、字はジョグ、字は後にはカグと改め、一般にこれで知られる。なお、同時代に雲南派、国民革命軍の指揮官を務めたコワカグは別人である。国立北京大学を卒業して法学士となる。その後、 町作人の招聘を受けて、陳意上昇軍校所顧問に任ぜられる。また、町学寮の副官となり、学寮とは義兄弟の命を交わす中であったという。1925年、小アカは、北京政府前後会議員となった。同年7月、臨時参政員参政、北京数分門政務監督となる。百二十八年六月の町、作林爆殺事件勃発後、 張学寮は高難勤に派遣し、国民政府の小解析との交渉に当たらせた。この交渉での交換職もあり、張は同年末に駅誌に踏み切っている。1930年4月、小赤部は国民政府で衛生部政務次長に任ぜられる。同年6月、陳太夫市長に任命され、翌1931年2月、北平市長集大分に代わり、北平市長代理を兼務した。 合わせて実業部会乱公務局、ただし弁も務めている。同年中に、北平市長代理兼務を終了し、1932年1月、神太を市長も辞任した。神太を市長辞任後の、小赤具は、天津に偶居し、政界とのつながりを立って、書道、度胸、感激で日々を送った。国境内戦末期に、かねてから、こういうのあった。 高渉期から台湾業を進められたが拒絶している。晩年は病心のため西洋して暮らした。1962年、天津にて病没。去年66。ありがとうございます。